演舞開演。どうも、本日はこちらのザルソうどんを食べたいと思います。そばじゃない、そばじゃない、どこのメーカーさんなのか分かりませんが、なんだか美味しそうですね。ではご対面。入れ終わりましたので、ではいただきたいと思います。この喉越しがたまりません。すごくさっぱりとしたおつゆとうどんで、そこに生姜とめんつゆのほどよそのかな醤油味がうまく絡んでとっても美味しかったです。やっぱり暑い時にはこういうさっぱりしたお蕎麦が美味しいですね。いや、お蕎麦じゃなくてうどんか。さっぱりした麺類が美味しいですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。